尖閣で今何が起きているのか、今回詳しく見ていきます。中国の意味不明な行動に石垣の漁師さんたちも困惑していますし、海上保安庁の方も懸命に監視活動、上陸されないように阻止されています。尖閣の現実をじっくり話していきます。2021年6月4日、日本の尖閣諸島の周辺の接続水域内に中国公船である。中国海警局の艦艇4隻が侵入していることが確認され、記録が開始された2012年9月以後の9年間で、最多の回数を更新した。これは、尖閣諸島周辺海域を管轄する海上保安庁の第11管区海上保安本部が発表したものであり、昨年2020年の4月から8月にかけての期間中の111日連続を上回る112日になったことを示している。今年2021年の3月末には保守系アディア団体を主催する水島宗氏らが石垣島から漁船で尖閣諸島周辺海域へ向かったが、海上保安庁の巡視船に制止され、そのまま石垣島に戻る事態も発生した。この時、海上保安庁が水島氏らの尖閣周辺海域への接近を制止した理由は、水産省にも確認の上、同氏らが漁業就業者とは認められないとの判断に基づくものだったようだが、これも議論を呼んでいる。海上保安庁や水産省は、水島氏らの行動を漁業を目的とするものではなく、どちらかといえば政治色の強い行動だと捉えて自粛を促した。格好だと思われるが、いたずらに中国を刺激する行為は回避したいのだろう。水島氏自身は、これについて、日本政府の対応を非難するコメントを発しているが、同日に尖閣諸島沖に出漁した八重山漁協の漁船3隻中の第一桜丸の所有者でもあり、こちらは一応操業ができた。第一桜丸と、他2隻の漁船は、3月29日の夜間から朝方にかけて、尖閣諸島周辺海域で漁を実施したが、同海域に進出していた。中国海警局の4隻の艦艇に接近され、結局は短時間で操業を打ち切ることになった。第一桜丸は、中国海警局の4隻の艦艇の中でも最も大型の海警1305に接近され、海上保安庁の複数の巡視船の庇護のもと、なんとか無事に同海域から撤収し、石垣島に帰島している。海警1305は排水量3000トン、全長98メートルの3000トン級の大型の巡視船であり、兵装等は確認されていないが、第一桜丸等の小型の漁船では近づかれただけで、大きな被害を被りこねない。中国海警局の艦艇は、4桁ないし5桁の艦番号が付与されているが、4桁の場合、頭の1桁目は、所属する区域で、今回の1は、北海分局、続く2桁目は、大きさで、3は3000トン級、残り2桁は、投資番号となっている。個人的には、水島氏や、第一桜丸の、今回の出漁行動は、尖閣諸島周辺海域での漁業の操業が、こうした中国海警局の、艦艇によって強制的に妨害されていることを
広く日本に知らしめる目的だったと思える。そうした中で、実際の漁船である第一桜丸の操業までは、あらかじめ規制できなかったが、水島氏らの乗船した別の漁船は、漁業が目的ではないと判断し、無用のトラブルを避ける目的で、海上保安庁も動いたのだろう。そう考えてみると、現場の海上保安庁の巡視船の乗組員の方々などは、中国側と日本政府側の板挟みとなって、苦渋の決断を強いられたものではないかと、多少なりとも気の毒な感が拭えない。また、これも、あくまで個人的な見解ではあるが、第一桜丸のように、政治的なバックボーンを持たない一般の漁船は、不条理だとは思いつつも、操業の安全を考慮すれば、出漁を控えている状態だと思える。こうした事象の発生が続いていることから、中国と日本との尖閣諸島周辺、海域での圧力が以前から多発していたのかといえばそうでもなく、やはり2010年に発生したあの事件以降から激しくなったように見える。2010年の事件とは、海上保安庁の巡視船が中国の漁船に衝突された一連の出来事のことであり、その当時、海上保安庁の巡視船に乗船していた職員が、その模様の動画を YouTube 上に投稿した件ら。この事件は、当時、現役の海上保安官として、巡視船に乗務していた人物が、個人の判断で、意図的に、不特定多数の人物が閲覧できる YouTube 上に、その衝撃の映像を投稿したことで、かなりの物議を醸した。日本側の民意としては、中国側の横暴な行いに対する義憤が募り、大きな問題を提起するとともに、反中感情を引き起こしたといえ、この行為にも、同情の声が多数聞かれたことも、記憶に新しい。ただし、その後、本人が退官に追い込まれたように、組織の人間として、また公安関係の公務員として、その行動に妥当性があったか否かについては、非常に議論の分かれる出来事だったように感じられる。多くの日本人の義憤とは裏腹に、翌2013年に中国政府は台湾や、チベット、そして南シナ海の九段線と同列に自国の革新的利益の一つだと尖閣諸島を位置づけ、今日の強硬路線が確定したとも言える。実は、同じく周辺国との圧力を生んでいる中国の南シナ海進出も、ちょうどこの時期に符合し、2013年にスプラトリー諸島の人工島の建設を開始しており、中国の海洋進出が明確になってきている。